なんだっけ、待ってベルリン、何、あ、ピンポンピンポン、ベルリンです。すごいすごい、オリバーカーン。Hey guys and girls, guten tag, it's Cat the Cat. You know, I'm from Germany and I was actually wondering, what do Japanese people think when they think about Germany or Germans? So let's go and find out and see if they know something. From Germany, let's go and ask Japanese! さっき最初に会った時に私がドイツ人って言ってたので、まずドイツを最初に聞くと何が出てくるんですか、イメージ的には。ドイツ、一般的なもので大丈夫なんで。いいですか、何でもいいです。え、ビールとビールとソーセージとかな、うん、ずっと飲んでるイメージがある。今でも昼とか、うん、朝起きて一杯目コーヒーじゃなくてビールみたいな。でもなんかドイツコップにメモリがあるんですよね。何の？ビールの、なんかで、それが泡が少なかったら文句言うみたいな。あ、確かに線が引いてあって、そこになんか泡がつくとこ飲み物がまだ足りないみたいな、っていうのが聞いて、そういうイメージがあります。ちゃんとビール入れてないじゃないですかって、もう人は文句言います。合ってます。じゃあドイツの首都は何だっけ、待って、ベルリン、何、あ、ピンポンピンポン、ベルリンです。すごいすごい。ドイツの有名人誰か知ってますか。わかんない、どうしよう。誰だろう、ドイツ。誰がいる、わかんないです。オッケー、じゃ あドイツの有名人、有名人。ナイスナイスセーフ。そうですね、歴史的にドイツはどこで出てくるんですか、自分の学校の勉強とかの時には。有名なのとベルリンの壁とかだよね、壁崩壊みたいな。そうそうそう、こうやってるところだよね。写真こうやって撮れる、どういうこと。壁の反対側の人に手差し伸べてなんか引っ張って出すみたいな写真とかはよく見てた。ドイツって聞いたら最初に何がイメージとかなんかありますか。ソーセージ。あ、私はゲーテって思いました。おファウストとかを書いた文学人であって、思想家でもあったような気がします。なんでゲーテが最初に出てくるんですか。私が好きなアニメがあるんですけど、それの、テーマがファウストだったので、それで興味を持ってファウストすごく読んだので。おー、どのアニメですか。あと魔法少女マドカマギカっていうアニメです。いいアニメですよね。そこまで調べてくれたんですね、ゲーテのファウスト。そうなんです、もともと文学は好きで、外国文学を読みたいって思ってた時に、たまたまそのマドカマギカのことを調べていて知ったので読みました。食べ飲み物以外なんかもありますか。ビスマルク。何ですか。あ、ビスマルク。なんでビスマルクですか。いや、なんか歴史でそういえばやったなっていうので一瞬思い浮かんだんで。ビスマルクについて何を学んだ覚えてますか。なんかすごかったぐらい。あれだよね、フランスをなんかあれだあれだよ。フランスをあれしたって。フランスあれ。あれですよ、なんか、あ、ベルサイユ宮殿でナポレオンなんだっけ、あれ、ナポレオン三世、三世なんかすごかった人ですね。ビスマルクが出てきたの思わなかったです。規則を守るイメージがあります。あ、ドイツ人は、はい、ルールとか規則とかにすごくこう敏感なイメージがありますね。ちょっと日本人が親近感を覚えやすいところだと思います。じゃあドイツのなんか名物とかなんかありますか。有名な建物とか街とか。ベルリンの壁は壊れちゃったしね。ドルトムント。あ、ドルトムント、サッカークラブあるよね。香川ってもういなくなったんだっけ。香川真司選手は まだいたかしら。あ、日本の選手がそこにいたってことですか。そうです、そうです。有名な日本のサッカー選手が最初移籍したのはそこだったんですよね、確か。あと何、ウィーンは違うでしょ。ちょっと待って、ウィーンはオーストリアだ。オーストリアだよ。ハンブルク。あ、ワイマール。なんだっけ、フォルクスワーゲン。あ、それは違いない。新名じゃないですけど、確かにドイツから来てます。ドナウ川、あ、違う。あ、ドナウ川、ドナウ川ってそうだっけ。違います。あれ、え、ライン川はどうだ。じゃあライン川、ライン川は川ですね。あ、そうです、ありますよね。結構知ってる方なんですよ、二人とも。そうなんです。今日のベストなんですよ。やった、嬉しいな。ハンブルクって言ったっけ。あれ、ハンブルクもう行った。フランクフルト。フランクフルト、そうだね。といえばソーセージ、フランクフルトといえばソーセージの前になっちゃいますね、日本だと。他になんかドイツのことを思い浮かばます、もう一回ドイツのことなんか知ってますか。そうですね、私お医者さん目指してるんですけど、日本でお医者さんがカルテを書くときに書く言語がドイツ語だったりするんですよ。カ
れててもさ、ちなみに何ですか？患者さんがどこが悪いとか、今までどんな薬を使ってきたとか、もともとこんな病気を持ってるとかいう情報を書く紙なんですけど、そのお医者さんが診察するときに書く紙を、日本ではドイツ語で書く風習があります。じゃあその上にもその病気の名前はドイツ語になっちゃうんですか？で書くことが多いです。もともと日本の医療が多分ドイツから来てるものが多いので、日本の、医療用語はオペとか結構ドイツ語が多いですね。日本人と会うってよく聞きますから、一緒にいて居心地がいいんじゃないかなって思います。ドイツ人はどういったところがなんか同じなんか似てるって言われてるんですか？よく言われてる、聞くのが性格、真面目なところとかが似てるって言われてて、ビールとかソーセージ、お城が一番イメージは強いかも。山の中に、はい、そのお城の名前はもしかして何かあるんですか？分かんない、お城の名前はでも分からないですけど、でも一番行ってみたいところです、ドイツ。おー、うん、嬉しい。あの城見に行くみたいな、うん、見に行きたい。あ、私来月、あ、そうだ、行きます。行くんですか、ドイツに？初めてです。おー、うん、ドイツが入ってたコースなのでぜひ行ってみたいなと思って。じゃあ一番なんか食べるか飲むのを楽しみにしてるのは何ですか？あ、ビールですね。ドイツのバンドで好きなバンドあるんで、エスキモーコールボーイってのと、あとウィーバター、ブレッドウィズバターってバンド2個あって、そこはすごい2つとも好きだから、ドイツってイメージになるとそういうバンドイメージ。歌うのもドイツ語それとも英語ですか？片方英語ので歌ってて、もう片方は全部ドイツ語で歌ってるバンドです。イメージはなんかこうドイツの方ってなんだろう、ちょっと日本の人と似てるような印象があって、割と勤勉で、例えば観光士とかいてもなんかこうメモ取ったりして見てる方とかが多いって昔聞いたことあって、すごい個人的には昔からなんか好きなものがあると結構ドイツで生まれたものだったりすること多いんで、ドイツすごい好きです。昔から好きなもの、例えば何ですか？その今言ったバンドとかもそうですし、まあ、ビールとかそういうのもそうですし、結構そのなんだろう、文化が好きなことが多いですね、ドイツ。まあ、ギネス一番有名、黒ビールとかですよね、有名な。ギネスドイツじゃないけど。違う違う、やばい。なんですかね、なんかドイツ料理、やっぱそのビールとフリッとしたソーセージあると嬉しいんで、そう、あのイメージ。ドイツだと、あ、この人とか、この食べ物とのこの建物とかなんかあれば、この街とか。オリバーカーン。サッカーのね。そう、すごい有名だったから、野球やってた自分、僕でも知ってます。おー、いいですね。オリバーカーン。じゃあなんか思いつけました？さっきの、まあ、バンドとかなんですけど、アレックエンパイアっていうバンドのデジタルハードカーってジャンルのやってる人が昔から好きなんで、ドイツイコールその人みたいなが一番それ出ます。昔からってことはいつの時からですか？もう多分20年、そうですよね。アタリティエンジライオットっていうバンドやってて、小学校ぐらいからずっと好きでそうなんですよ。だからそうですね、ドイツイコールアタリみたいなイメージ。ソーセージとビール本当そればっかになっちゃうソーセージとビール以外になんかあるかな。寒い寒いのはもうちょっと上じゃない？かなんかすごいみんな着込んでるイメージがある。レイヤーレイヤーで、あ、それ合ってます。結構あの寒い季節の時にはもうみんなが結構重ねてきます。なんかクラシックとか音楽有名そうな、でもなんかヨーロッパ全体的にそんなイメージなんですけど、特にドイツとかその辺はそういうイメージ。作曲家とかドイツの知ってますか？有名な、今頭の中に作曲家考えるとクラシックのこの人はもしかしてドイツかなみたいな。ベートーベンってどこの人だっけ？ベートーベンとモーツァルト。おー、モーツァルト。もうまあまあオーストリアとドイツは結構近いのでそこのところまあねって感じですね。あ、バッハ？違う。バッハ？歴史とかなんか有名なところなんかありますか？なんかベルリンの壁とかの歴史の教科書には載ってた気がします。おー、どの壁は何と何を分かれてたんですか？北と南だっけ、うん、あ、東と西でした北と南じゃないわじゃあドイツの食べ物はソーセージ以外も何かありますか？マッシュポテト。あ、ポテト、ポテト日本人がめっちゃ愛してる甘いものもあるんですけど、
めっちゃドイツより日本で売ってるぐらいと思うんですけど、どのデパートでも最近買える火の形してる。バームクーヘン。あードイツなの、知らなかった。おーバームクーヘンもドイツから来てます。初めて聞きました。初めて聞きました。すべての質問でした。ありがとうございます。So, what do Japanese think of Germany? Was denken Japaner über Deutschland und Deutsche? Well, to my surprise, quite a lot did not have basic knowledge, which I guess is if it's not taught, then they won't know. Generally, the Berlin Wall was though a predominant image that has been taught to them in history books. And then apart from that, we get beer and sausages. I guess Germany is never gonna live down that cliche. Well, okay, but there were some really interesting things like Goethe and stuff like that. And I was like, hey, I'm really glad you guys know something around, from my country. So I'm sure that you guys are not very, very, very excited to actually have your country in the what do people think about my country. We get a lot of requests of that. So if you actually really want us to ask about your country, be sure that you don't only leave a comment about that, but also upload other people's comments who also say, please feature whatever, for example, Brazil next time. So let us know and push each other's like so we know which one is the most popular to ask next time so we can maybe include that. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe so you don't miss the future videos that we do here in Japan. And I'll catch you soon for more on Ask Japanese. Don't forget, leave a like on the way out. Bye!